要するにコピーしたんじゃなく、違う、てか真似るっていうことはある本物があってそれを動作とか仕草を真似ていくんですよね、うん、でコピーっていうのは複製ですから、うん、封印ですから、うんうん、そうするとオリジナルと全く同じものができる、うん、だから真似るっていう言葉が学ぶっていう言葉のまあ語源だとしたら、うん、真似るっていうのはコピーではない、うん、だからその真似していくところに例えばこの動作こういう風になってるんだろうって思い込んだけど本物と比較してみたらちょっと違っちゃったよ、うん、そういう本物と真似されたもののちょっとしたズレっていうのがまあ日本文化を作ってるんじゃないかなっていうふうにまあ思ったっていうことですね、うんうん、現代アートっていうのを考えた時にやっぱりコンセプトっていうのが非常に大事だと、うん、でコンセプトをまあ表現しようと思ったらやっぱりどうしてもその途中の過程をいかにこう見せていくか作品に取り込んでいくかっていうのがとっても大事だと思ったんですよね、うん、でその時にまあふと気づいたのは版画刷った後に自分の版見てみたら結構やっぱり版そのものも美しくって、うん、でこれをねもう一回少し手を加えたら、うん、さらにもう刷った後の版画の方もより深くこう考えれるんじゃないかっていう、うんうん、だからある意味でその真似っていう言葉使いましたけど自分は日本っていう国はそのエディティングが上手な国だと思ってるんですよ要するになんか元ネタがあったら自分たちで編集しちゃって自分たち流に変えていくっていうのが本当は上手だって思ったんですけどただそれも特に伝統的な歴史的なことでいうと中国大陸から入ってきた仏教だったりとか建築の手法だったりとか陶器だったりとかっていうのは、うん、最初はやり方は多分中国人の人が教えてくれたんですよね。で最初はそれを真似てみる同じようなものを作ってみるとでだんだんそれが自分たちの生きてる、まあ、社会の中で合ってる合ってないっていう判断がそこに加わって、うん、編集して自分たちの日本の文化を作っていったとは思うんですよね、うんうん、木版だって本来中国から来たものですから木版そのものはねただ世界的に有名な浮世絵っていうのは江戸時代に日本人が自分たち用にこう変えていったんですよね、うん、だから今ああいう風に芸術として認められるようにはなってるんですけどもともとは印刷技術としては中国から来たものですから
それで、まあ、江戸時代の浮世絵があって、その後、まあ、1903年ぐらいに創作版画運動っていう運動があって、版画家自身、アーティスト自身が版も作って絵も作るのが、まあ、当時の現代的な版画のアーティスティックな手法だろうっていうことで、まあ、現代版画が始まってくるんですけど、でも元はといえばそうやって中国から来たものをその真似て独自に編集する延長上にこの木版画があるので、そこでは中国と日本というのはつながるんじゃないかなっていうふうに思います。